園田でございます。こちらに来るときには東洋文化研究所の所員としてですね、そういう会話をして、まあ、実際そういうそうなんですが、自己紹介をするんですけれども、実はお給料は情報学館というところからやってまいります。その話ちょっと出てくると思いますけれども、東京大学でも今いろんな改革を、まあ、若干今改革疲れの時期かもしれませんが、2008年から東京大学が初めて修士博士の大学院の人文系の人文社会系の初めての英語プログラムというのは2008年にできました。でそこでは、まあ、東洋文化研究所とその情報発刊が一緒でジョイントで IT アジアというコースを作ってですね、世界各地から、まあ、留学生を、まあ、応募して、そういう新しいプログラムを動かしているということがあります。私はそこで働けということなので、オフィスはここはあるんですけれども、情報学館というところに流動をいたしまして、そこで、お仕事をしていると。ですから、まあ、そこがメインのお仕事なんですが、まあ、署員だからお前こっちでも働けということになっています。あともう一つ、実は国際本部というところでも働く機会があって、そちらの方は今東京大学はこの2011年から全学の交換留学ってなってますが、そこのプログラムを作っているということで、どちらかというと本当は研究所で研究三昧をしたかったのでございますが、ほとんどその時間がない。でもそれで時間がないので研究できないので大変尺なので、その学生たちと一緒にこう、まあ、学ばなきゃいけないという機会をうまく使いながら、こんな研究がやってますという、そんなお話でございます。タイトルが中国台頭の国際心理というお話で、まあ、内外の温度差と、つまりこれから、まあ、もうすでにここに答えが出ているようですけれども、中国が経済成長し、社会的なプレゼンス、国際的なプレゼンスが大きくなる中で、まあ、いろんな、まあ、日本も含めたいろんなアジアの近隣の反応があるわけですけれども、そういうようなものをですね、まあ、同じ質問に対する違う回答というものを質問票という、まあ、そういう方法を使いながら、どういうふうに人々がこれを見ているのかということを、まあ、見ていきたいという、これがメインでございます。で、ちょっと見にくいかな。で、先ほど高見沢所長の方から、園田さんはビジネスマンを追っかけている、そうでございます。多分下で、もしかしたら本を売っていたかもしれませんけれども、最近出た本では東大出版会からチャイナリスクといかに向き合うかという、なんかいかにも売らんかなっていう感じのタイトルになってございますが、で、まあ、この本どんな本かといいます と、実は一番最初は1997年にそういうプロジェクトを始めたんですが、2001年と2011年、中国に進出した日本、韓国、台湾のビジネスマン追っかけていってですね、彼らが中国でどういうオペレーションビジネスをやっているのかと同時に、まあ、非常に面白いのは、同じ台頭する中国、つまり中国の市場が拡大し購買力が上がり、生産基地というだけじゃなくて、まあ、市場として中国が台頭する、これはもう世界中どこの国も同じように見ると思うんですが、じゃあその台頭する中国の市場にどういうふうにコミットしていくかという、企業の戦略あるいは企業の中国認識というところで比較をしてみると、やっぱり随分違うんですね。で、同じものを見ていながら、まあ、違う心理が働くというのは、まあ、これはまあ当然といえば当然なんですけれども、企業という、まあ、利益を求めていくはずの経済主体が、それぞれの企業の置かれた状況あるいは国際関係、つまり具体的に中国とどういう政治的な関係があるのか、あるいはどういうビジネス経験を積み上げてきたかという歴史的な違い等によって、同じ中国に対してもですね、やっぱり随分違うフレーム、研究上のテーマとか、あるいは実際に比較をしてみると違う特徴というのが出てまいります。非常に分かりやすい例で申し上げると、この比較をして非常に左側は我々の研究チームがチェジュ島という韓国のチェジュ島というところに行ってやった研究会の様子を写真で写したものなんですけど、まあ、日中韓の人たちが話をするというのは共通言語がないので、どうしても英語になるんですが、まあ、話をしながら、まあ、いろんなことが分かりました。で、一番分かりやすい例で申し上げると、韓国の大企業の人たちは、つまり中小企業じゃなくて大企業ですね、韓国の大企業の人たちは中国のマーケットを非常にポジティブに考えています。で、もうリスクなんてのは、まあ、あるかもしれないけれども、それは世界中どこにでもリスクがあるものだと。で、それは別にとりわけ中国に限る話ではないというのが非常に一般的な傾向です。それどころか、まあ、中国のマーケットを抑えないと世界のマーケットにぐっと出れないと。で、中国は非常に重要だという認識を持たれますね。で、これに対してですね、例えば台湾の企業なんかの場合はですね、もちろんそういう認識は持っているんだけれども、それがこういろんな政治的なインプリケーション、意味合いを持つと
つまり経済的な統合が進めば進むほど自分たちの台湾の中におけるこう台湾の中における政治的な発言権やあるいは彼ら自身の経営的な自主権というものも含めてですね非常にこう、ちょっとこう戦々恐々としてるといいますかね経済的な環境を持つのはいいんだけれどもそれがもたらすいろんなインパクトというのも非常にやっぱりこうちょっと心配をしていると。で日本の人たちの場合これ歴史的によって随分違っていて昔は友好っていうところからビジネスを始めていったんですがだん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 そうじゃなくなっていってで最近はそれこそその中国との国家間関係つまり反日というようなものがリスクだと思われるような時代になっているとでこんなふうにですね中国という同じ主体に対してそれぞれの地域の人たちは違う眼差しで見ているという、まあ、これを今たまたま国際心理というふうに書きましたけれども同じものを見ながら違うことを考えるっていうのは日常的には非常に当たり前なんですけれども我々がやっている社会科学というこういう領域にとっては大変厄介なものです。というのはこれここの研究所もそうですけれども我々は客観的な事実を捕まえるこれこそが研究者の使命だというふうに考えます。従いまして私も若い時っていいますか中国研究者としてのトレーニングは中国という社会をいかに客観的に捉えるかつまり客観性っていうのが当然あるんだっていうのが前提なわけですね。ところがこの国際心理っていう話になると見方によって違いますという話ですからつまりそれは主観的な要素が非常に重要だということになるわけです。つまりここの企業の場合ですとビジネスマンが中国をどう見るかというその主観的な眼差しが実際のオペレーション企業の作業こう意思決定や行動に影響を与えるということだとするとじゃあ我々のやってる研究って何なんだと我々本当に中国を客観的に捉えられるのかという非常に難しい、これ別の言い方を借りると官主観性っていうんですけども人々がそれぞれの主観でものをこう見ていたり活動するという非常に難しい領域に一歩足を踏み込むことになる、なってですねこれは非常に難しい問題なんですがやっぱり非常に重要だなと思うようになりました。今言いましたように同じものを見ていながら違う評価をするで例えばこれから後で出てきますけれども尖閣の問題や東シナ海南シナ海の領域の問題をめぐって中国と周辺国が、まあ、いろんな形で紛争あるいは対立をしているとしてもですね日本の人たちが期待しているようにあるいはそうだろうと予想するように周辺国が見ているとは限らないとそれはまさに中国を見ているからというよりもそれぞれの地域の特性やそれぞれの地域の中国との関係が違うことによって違った中国イメージができてくるという大変厄介な問題です。で今日はその厄介な問題に、入っていこうということです。で実はそんなことを考えるもう一つの理由というのは、これデイビッド・シャンボーという人の写真ですけれども彼が2016年に China's Future という大変有名な本を書きました。その1年前2015年にですね、これはニューヨークタイムズだったと思いますけれどもシャンボー、彼は名前が出ないでですね世界にこうある情報がわっと流れた。だから何かというと、アメリカの某有名な中国研究者が、中国の共産党の将来はないと悲観したと。これやばいと。中国の共産党これ将来やばいぞっていうことをそんなことが最も言いそうのない、政府、アメリカの政府に近い筋の人間が言ったっていう情報がうわっと広がったんですね。で、しばらくしてシャンボーは俺が言ったっていうことを自分で言ってですねそれを本の中に入れて、本を売ろうっていう、なかなかうまいなって感じがしなくもないんですがこれは皆さんもその本屋に行かれば書店に行かれるとお分かりだと思いますけれども中国がいかにやばいかっていうのを話してもですねこれは日本だけじゃなくてアメリカなんかでも随分そういうことをやることで、儲ける中国屋さんっていうのも結構いるんですね。ところがですねこれがなかなか面白い非常に面白い引きこもごもと書きましたけれどもでこれから後で実際のデータを見ていただきますが中国の将来ってそんなにやばいのかやばいと思うかっていう質問をですねすると当然のことが中国国内と海外中国の外の間でものすごく違う評価が行われますと同時に外国の中でもですね極端ないけど日本は非常にですね共産党やばい中国やばいってどうそうだろうっていう人が多いんですがそう思ってない地域も結構あるんですね。これはまさに繰り返しますがまさに同じものを見ていながら違う理解をしているというそういうことです。でアメリカの場合というのは結構シャンボーの議論というのは議論されるようになりました。でそれはやっぱりアメリカから見ていくとやっぱり中国の政治体制ってどうなんだ中産階級が台頭していって世界的プレゼンスが大きくなっていくでその中でやっぱり中国は変わらざるを得ないしやっぱり変わるだろうというあるいろんな期待が
中国を見る眼差しの中に入るわけですね。でそうしてその眼差しが裏切られるとですね、あ、これはダメだって話になるわけで、ね、ということは繰り返しますが、同じものを見ていながら見ている側がどういう心理状況にあったり、どういう関係を作っていくかということは中国自身の問題というよりは中国とその見ている人たちの関係の問題である可能性があります。で我々そういうものは普通一般的には国際関係というような言い方をするんですが、実は国際関係論というのは大体多くの場合政治あるいは経済の非常にこう制度化されたような部分での話になるんですが、なかなか人の心の問題にまだ落ち着いていきません。でも人の心の話っていうのは大体心理学の人たちがやるんですが、心理学の人たちってあんまり国際関係に関心ありません。ということでこういう研究ってのは実はすごく重要なんですけれど非常に扱いにくい。伝統的な国際政治の研究者は大体外交官とか政治家にフォーカスを当てます。つまり人々の意識が国家間の関係に大きな影響を与えるというそういう前提はあまり置かないわけですよね。ところが皆さん考えてみてください。皆さんの中国に対する眼差しは日本の政府を動かしていないかいるか、なかなか難しい問題だと思いますけど、全く否定はできないですよね。例えば中国との関係をもっともっとやるべきだという意見があるのに、例えば安倍首相があるいは外務省が岸田外相がそんなものダメだって言った時には必ず何らかのアクションが来るでしょう。ということはつまり人々の眼差しとどこかで外交の方針やあるいは外交当局者の活動はどこかでどこかに結びついているはずです。特に重要なのがこのインターネットの時代ですね。いろんな形で意見が出てそれが世界中にこういろんな形でその、こう影響が出てくる、こういう時代でございますので、外交当局者が、まあ、秘密交渉をやってですね相手の国とを、まあ、動かすというのは非常に難しい時代です。逆に言うと人々がどのように中国を見ているのか、その場合の人というのは中国の国内もそうですし国外もそうですが、その人たちがどういうふうに中国を見ているかという問題は非常に大きな、しかしなかなかチャレンジするのが難しい研究テーマということになります。で実際ですねそれに近いような話っていうのがアメリカ のワシントンにですねピューリサーチセンターというところがあって、でここは非常にこう意欲的な研究をやっているところなんですね。でお手元にその書類があると思いますけど、ここがまあ、いろんな質問をしてるんですけれども、2008年からですね、中国は世界の超大国として最終的にアメリカを凌駕することになるか意見を聞いているんですね。でそうするとですね同じつまり、アメリカと中国の対比という点ではつまりこの質問は同じですけれども、そのこの質問に対する回答の分布っていうのは地域によって全然違うということが、まあ、このピューリサーチ の意見でわかると思います。で、まあ、いろいろ上下はするんですけど比較的値がコンスタントで、50% 前後ぐらい、つまり半分ぐらいの人間がそうだと思う国家群というのが大体一つあって、中国はこの中に入っています。つまり中国の人たちが自分たちはアメリカを凌駕するようになるかっていうと半分ぐらいはそうだというということですね。で実は半分ぐらいの人たちがそうだという国っていうのはそれ以外にもオーストラリアやドイツ、イギリス、フランスというこういう国々がそうだと言ってるわけですね。でアメリカっていうのはこの辺りで大体全体の3分の1ぐらいです。でこれはだんだんここ最近上がっているという傾向があって、この辺りが、まあ、2つ目の国家群を作ります。でなんでこの、まあ、データを持ってきたかというと、実は日本がこの問題に関しては非常に得意な回答パターンを示すんです。日本はこれです。つまり6人に1人が第一国家群が2人に1人ですね。2人に1人はそう思う、やっぱりアメリカより中国だと思うのが2人に1人で、これが3人に1人で6人に1人6人に1人ってことは本当にマイノリティってことですが、日本ではこの回答は非常に低いです。でこの回答が低い国は他にフィリピンと、実はここにはないんですけどベトナムがあります。ということは同じアジアの地域、例えばマレーシアなんてのはここですよね。同じアジアの地域の中でも中国の存在あるいはアメリカの対比ということに関して意見がスプリットしている、割れているということです。でなんで日本が 15% なのかというのは非常に面白い問いなんですが、そういう、まあ、例えばこの図一つ見てもですね、いかに世界の世論がですね同じ中国の台頭を見てても意見が割れているかっていうのがお分かりになろうと思います。でただですねピューリサーチの場合っていうのはどうしても世界全体をこうカバーしようとしますので、アジアの周辺地域、あるいは特にですね例えば香港とか台湾のように、国際政治上あるいは国連ではですね国家と認定されないような地域は、なかなかこの中に入りにくいですので、同時にアジアの地域を広くカバーするっていうのはなかなかやっぱりコストが高くてなかなかできないということになります。
で、このあたりになってくるとですね、研究者の出番、まあ、アジア研究者の出番ということなんですが、世界的にこう今言いましたようにピューリサーチみたいなところがですね、中国の台頭をどう見てるかっていうのは非常に大きな関心を持って見てる。ただですね、これはどういう意味を持つのかってことになると、実はほとんど研究がされていません。で、あんまり面白いのでですね、今いろんな国の中国研究者とこう連絡を取り合いながら、このピューリサーチの結果、どう解釈するのみたいな話を、まあ、いろんな人たちと話をしてるんですね。例えばイギリス の中国学会の会長さんのジェーン・デュケットさんというのは来週再来週今度東大に来るんですけど、彼女と話をすると、これなんでイギリスではこんなスコアが高いのか、彼女の解釈は、いや多分ほとんどのイギリス人は中国のこと知らない、だから聞かれてもよくわからない。ただ、はっきりしているのは何かというと、アメリカに対しては敵対的なまなざしをしている。アメリカダメだ、あれはさ落ち目だと見ていると。ということは、中国知らないけどアメリカ落ち目だから中国のことを相対的に高く評価してるんじゃないかっていうのがデュケットさんの解釈です。でも本当かどうかっていうのは実はよく分からなくて、で本当にその回答者が中国に対して知らないのかっていうのは、ピューリサーチはそういう研究していないので、その仮説が正しいかどうかはよく分からない。あるいは日本、フィリピン、ベトナムで、このあたりがなぜ低いのかということになると、当然皆さんは、あ、これは中国とこう領土の問題があるからだろうということを多分お考えになると思いますが、実は領土の問題を抱えているような他の地域、例えばマレーシアも当然関わっているはずなんですが、そんなに悪くないということは、何か我々がこれを統一的に解釈しようと思うと非常に難しい、いろんな要素が関わって、結局これをどう理解していいのかちょっと分かりにくいというようなですね、そういう図になっています。ですので、こういうとこういう言い方おかしいんですが、我々少なくとも私、研究をやるときの一つの、モチベーションはですね、なんとなくみんな面白い、これやらなきゃいけないなと思ってるんだけど、誰も手が出せない。でもどうにかやるとその答えが少し見えた気になる、つまり仮説をある程度検証できるようになるっていうのが研究の非常に、旬の研究だと思うとすると、この中国台頭の国際心理っていうのは非常に旬の研究じゃないかなっていうのが、私の今の感覚であります。ですので、先ほどビジネスの話、実にそうで、1990年代ぐらいからずっと日本企業の海外展開のことを研究してたんですが、ここ最近はもうこの中国を世界がどう見てるか、でその中に日本はどこに位置づけられるのかっていうのに非常に関心を持つようになってきました。で、じゃあデータはどこにあるのかということなんですが、今日、皆さんのお手元にいろんな図表があると思いますけれども、基本的に3つの図を使っています。で、1つはアジア学生調査の第2波調査というのがあります。で、今たまたま手元にここに質問票を持ってきたんですけれども、左側下のところにですね、学生がこの成果を発表している図がありますけれども、2013年、私自身はここの大学の出身なんですが、今まで長い間15年間中央というところにいて、4年間早稲田というところにいてですね、いかに学生をおだててですね、彼らのある以上の力を出させるかということをずっとこう考えてきて、満を持して東大に戻ってきた時にですね、何かやろうと思ってたんですね。で、今が熊本知事なさっている樺島先生っていうのは素晴らしい先生で、私その当時中央の教師でしたけど、東大の教員として尊敬できるのは樺島さんしかいない、あと以外はもうだんだん教師としてはもう大体もう失格みたいなやつばっかりだと思ってたんですが、で私自身も樺島先生みたいなことやりたいなと思ってですね、2013年何をやったかというと、文学部の社会学でですね、プロジェクト特殊講義という名前のプロジェクトを、やらせていただくことになりました。1年間の授業ということで、学生諸君にですね、これ実は第1波っていうのが2008年、私は早稲田にいた時にですね、グローバル COE プログラムの活動としてやってたんですが、それをモデルにして学生にですね、質問票を作らせて、もっといいのはそれを持ってタイとかベトナムとかですね、韓国とか中国に彼らが行って回答してもらったデータ、これですね、まさに回答してもらった質問票をこっちに持ち帰って入力して、まずカントリープロファイル、それぞれの地域がどうなってるかを見て、論文を書いていくという、そういう作業をやりました。おだてればですね、やっぱりブーターバムですね、木に登るんですね。学生諸君すごい頑張りました。で、結局全部で3800サンプルを超える、
もので、まあ、本にすることができました。でこれの中にですね、私も学生をおだてながらですね、まあ、そうは言っても君らこういう質問は考えないよねって言って、私が共同でやろうと、君らの質問もいいけどもこれもいいねっていうのが今日ご紹介する中国の台頭をどう見てるかという話です。ですからこれは学生自身の関心ではなくて私の関心ではあったんですが、学生諸君とこう話をしながら、じゃあ君のこの質問はこのスペースに使おうみたいなですね、まあ、商売人みたいなことをやりながら、この調査を2013年から14年に関してはですね、業者を使ってデータを取るということをやりました。これはマレーシアとインドネシアに関してはそれをやったと。で他方で、まあ、この中にも実はアジアの学生調査の中には中国のデータもあります。で実際には中国の北京大学、清華大学という、まあ、北京にある、まあ、超エリート校ですね、それと上海にある復旦と上海交通、これも超エリート学校ですが、これらの、まあ、中国の学生調査のデータもあるんですけど、一般の市民の、反応を見たいというので、中国の4都市調査の第3波調査というのが2014年に行われました。でこの14年の調査、実はこれ日中関係がすごく悪くてですね、非常に調査が難しかったです。非常に難しかったんですが、まあ、どうにかパートナーに頑張っていただきましてですね、質問票を4都市、天津、重慶、上海、広州という4つの地域で1000人規模、合計4000規模の調査を行いました。なかなかこれも4都市調査の 3時点のデータっていうのを見ると、これはこれで面白いんですが、これ話し始めると1日かかっても終わらないっていう大変な話なんですが、その中で中国の人が自分たちの台頭をどう見てるかという、つまり学生調査と同じ文言を入れましたので、一般の市民がどういうふうに自分たちの台頭とかプレゼンスの大きさを考えているのかというのを見ようというのが4都市調査、あるいは天津の定点観測調査というやつです。はい、でこれをいくつか見ていくと、あるいはそれ以外の文献なんかを見てみると、いろんな発見ができるというのがこれから出ている話ですね。で、環球時報というですね、グローバルタイムズという、これ、人によると、まあ、超右翼だっていう、まあ、なんだろうな、勇敢不死みたいな感じの、感じの、なんていうんですかね、中国の、まあ、メディアがあるんですが、そこがリサーチセンターを持っていて、ここも非常にこう中国が世界でをどう見てるか、あるいは世界が中国をどう見てるかってこと、非常に細かい調査をやってるんですが、彼らの2012年の調査でいうと、西側が中国の行動を封じ込めようとしていると、まあ、一種の悪語、なんていうかこう、中国のことを悪者扱いしているというような意見は2009年から2011年にかけてすごく14ポイント、すごく上がっていると。しかもこれは高学歴者にこういう感覚を持つものが多いという、こういう結果があります。でつまり中国側が、まあ、どこに原因があるか分かりませんけど、周りから見たときにですね、特に西側の先進国から見たときに、中国やばいぞ、おいお前大丈夫かと、こういう声をかけられてんじゃないか、あるいはこう行動がこう抑制させられるような、封じ込めってのはもっときつい言葉ですが、コンテインメントという非常に厳しい言葉ですが、こう行動を抑制するようにですね、させられているという意見は、まあここ最近そういう意見がすごく強くなって、しかも攻撃者に多いというお話があります。さあそれでは我々のアジア学生調査からはどんなことが言えるのかということなんですが、一つ目、中国が脅威である。まあ、脅威っていうのはなかなかどう表現するのか非常に難しいんですけれども、で実際こういう調査をやると、あなたの考える脅威って何なのかみたいな非常に難しい話があるんですが、質問票の中では、まあ、実際に質問票ではこういう文出てないな、中国の台頭は世界の秩序を脅かしている、あの手元のところにはちゃんと書いてありますけれども、中国の台頭は世界の秩序を脅かしているという、こういう質問に対してお話をしたと、意見を聞いたところ、つまり賛成か反対かを聞いたところ、中国と周辺国の間では明らかに温度差があるということですね。でこれがその中国の台頭は世界の秩序を脅かしているという文言に対する回答ということになります。で、ここで中国とあるのは中国の今言った4つの大学ですね、北京の北京大学、清華大学、上海の復旦、上海交通、ここの回答で括弧4都市と書かれているのが、これは先ほど言った2014年のデータということになります。でこれは基本的にこの大いに賛成というのが少ない割合から順番に並べてみるということなんですが、そうすると中国の学生たちで、面白いのはシンガポールで、これいつ調査やってもシンガポールってそういう結果が出るんですけど、シンガポールは、まあ、ご存知のように、まあ、人口の3分の2ぐらいが中華系、中国系ってことになってですね、中国に対する評価とアメリカに対する評価が両方ともいいんです。で
単位も本当はいいんですが、この文言だけは何か知らないけどすごく賛成が多いです。でこれいろんなところで今週の月曜日もそうなんですけど、単位の専門研究者がいるのでこれどう解釈するといや分かんない分かんないって言ってましたけど、ただいずれにせよ非常にはっきりしているのは、理由はどうであるにせよ、特に中国国内の学生と海外の学生で、それまあ中国国内の人たちも含めてですね、非常に意見が割れているということですね。で日本はちょうど中ぐらいで、タイ、台湾、ベトナム、フィリピンで多分これは中国国内の方から見るとなんでなんていうかこう独立国じゃない香港、中国の一部になっている香港をなぜ独立して取るのかってことなんですが、非常に面白いんです。これ2013年の調査で、ちょうど雨傘が起こる前なんですよね。で我々これ見た、実はこれを調査の共同研究やるっていうんで香港大の社会学の主任の先生ルイ・タイラクさんとお友達なので、彼と一緒に進め調査をやっていったところなんですが、彼もびっくりしちゃったですね。こんななってんの、香港の学生、中国に対してすごい、大陸に対してすごく複雑な眼差ししてるって言って、調査を協力してくれた香港の先生もびっくりしてたんですけど、決して中国に友好的な感じの答えではないですね。で特に中国の今申し上げたエリートの学校の学生と見ると、非常にこう大きな差があるということです。しかも差がある、あると同時にですね、やっぱり地域によって、例えばインドネシア、これ後でも出てきます、インドネシアってのは比較的中国に対する感情が良いです。他の地域、他の東南アジアに比べても非常に良いですね。そうすると同じ例えばその ASEAN でもインドネシアとタイではやっぱり随分違うということになります。であるいは台湾というのは多くの場合ですね、非常に中間的な答え、つまり中国に対してこうシンパシーを感じるような学生とですね、そうじゃない学生、結構拮抗するんですけれども、ものによってはですね、非常にそのある意見にこうぶれるということがあるかもしれません。まあ、いずれにせよ同じ外国でもですね、中国のその国際秩序に対する脅威、つまり中国脅威論ということに関しては温度差があるというのが一つ目ですね。二つ目です。であそうです、で面白いのは何かというと、もう一つですね、これこういうストラクチャーになってますが、そのストラクチャーはどういうことかというと、最初にまず学生調査の結果を見ていただいて、中国とそれ以外のアジアの地域で共通しているかしてないかというのを見ていただきますと同時に、その学生、今回2013年学生を対象にしていますので、その学生に近いというかな、あるいはその中国全体を、さっき言いました4つの都市でこうを対象にするって言いますけど、その4000人を一概ボーッと一つで見るんではなくて、実際さっきの中に入ってましたが、これをですねブレイクダウンして、ブレイクダウンって何かというと、これ0から6まで入ってますけど、これ何か、これお手元のところに書いてますけど、中国の市民がどれだけ世界の人たちと接触があるかということを測定する尺度があります。例えば友人の、例えば何だろう、友人、必ず外国に友人がいるとか、あるいはそのこの半年のうちに、なんていうかな、半年のうちに、この半年の間に海外に行ったことがあるとかですね、6つの質問をしていて、海外との接触が多ければ多いほどこのスコアが高くなるという、こういうメジャーメントを作りました。で6つの回答全部なしっていうのがゼロなんですが、これこちらと比較をしてみて分かると思いますけど、これ中国4都市の全体の4000サンプル全体の回答の方ですね。で大いに賛成が 8.9% ですよね。でこれがさっき言いましたように0点から6点まで分けた時なんですが、でさっきのスコアに結構近いのはこの辺りということですけれども、つまりどういうことかというと、中国全体のスコアを見ると海外とすごく接触頻度が高いという人が非常に少ないということです。で逆にですね、この6点なんて非常に高いんです。で実はこのスコアっていうのは2003年から2008年までここに東大におられた井口隆先生という方がアジアバロメーターというところで作った尺度なんです。でこのスコアがすごく高い学生ってのは大体このスコアが高くなる傾向があり、世界的に言うとアジアで言うと特にシンガポールがこれがすごく高いスコアを示すということになるんですが、私は何をやろうとしたかというと、都市民全体ではなくて特に外国との接点が高い人たちにどういうような国際心理が働いているかを見よう、つまり、ある種の接触効果ですよね。全く中国の海外の人と接したことがない、そう、海外に出たこともないし、外国語はあんまり読めないし、お友達もいないし、
まあ、そういう行く気もないしみたいな、そういう人たちが片やいるとすると、例えば東京大学のさっきの IT アジアってプログラムもそうですが、非常に活発な中国系の学生さんたちいます。英語は非常に得意で、とにかくいろんなところに海外いろんなところに行ったことがあるっていう学生さんは、多くの学生さん東京大学に来てくれるんですが、そういう学生とそうじゃない一般の市民の間にどれだけの格差違いがあるのかっていうことに私自身は非常に関心があります。なぜならば、だん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 中国が開かれていけばいくほど、こういう人たちの割合が増えていくと予想されるからですね。ですので、世界との接点が増えたような人たちが、実際にその今言った国際心理でどういう特徴を示すようになるのかっていうのは、結構重要なポイントではないかっていうのが前提ですが、ここで何が言えるかというと、結局その脅威論、その中国脅威論ということに関してみると、全体的にはやっぱり低いですよね、さっき言ったように低いんですが、結構多くの特に非常に接点の多い人たちっていうのは、そう見られていることを結構知っている、あるいは自分もうんそうじゃないのかなと思っている人が結構いるという、まあこういう結果ですね。ですので、同じ中国脅威論といってもですね、本当に接点が何もなくて、いやそんなのな、俺たちは平和だと思っているような人たちと、いやもしかしたら平和だと思われてないかもしれないという人たちの意識のギャップというのは中国国内の中にあるというのがこの図の3番目です。次です。中国が弱い、経済的には成長しているかもしれないけれど、特に政治的にですね、政治的に非常にこう脆い、さっき申し上げた日本あるいはアメリカでよく売れる本のパターンですよね。中国が弱い、ね、いろいろ成長しているかもしれないけどすごい脆いよっていう、こういう議論はどうかというと、やっぱり中国と中国国内と、でしかも見てみるとこの割合、4都市の結果と学生調査あんまり変わらない、非常に変わらないですね。でつまり中国国内の世論としては政治的に不安定だという意見に関して賛成する割合っていうのが、まあ、それでもまあ半分近くはいるんだけれども、他の国に比べて非常に弱い。で日本の学生が一番そうだっていうんですね。ね、私もいつもこれに悩まされているんですね。その世論調査、これまた別の話です。その3都市調査をやってですね、一般の市民の人たちが、さっき言ったように一般の市民はあんまりそんな思ってないわけですね。で確かにそう思ってないという結果が出てくるんです。でこれは3時点で見てもほとんど変化がないんですね。で中国の大体7割から8割ぐらいの人たちは、政府、中国の政府あるいは共産党はちゃんとしっかりしているという意見に対しては非常に高い割合がこの十数年間ずっと続いているんですね。ところがですね、私はそういう結果をどんな形で言ってもですね、日本の世論の日本の、こう方々はあんまり信用していただかないというか、むしろそんな、堅苦しい数字よりもですね、週刊文春の方が好きで、あるいは週刊新潮が好きで、おおほら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 習近平やばいやばい、ほらほらなんとかスキャンダル、ほらやばいぞ、あ PM2.5 ほら中国崩壊みたいな、そんな感じで、学生さんもやっぱりねそれよく知ってるんですね。先生中国崩壊するんじゃないですかみたいな、いや君本当どうしてそう思うのって、いやいやいやこうだから。で実は今日は用意しませんでしたけど、これがその、まあ、政治的に不安定であるとなると意見が分かれるんですけれども、いろいろな社会問題を抱えているという文言も実は用意しました。そうすると中国のスコアもずっと高くなるんですね。ということは中国の学生も問題が多いことは分かって、で問題があって言いますか、面白いのは日本の学生あるいは台湾の学生は問題が多いだから不安定だと考える、中国の人たち問題多いでもそんなに不安定だとは思わない、でここの感覚の違いが出てくるわけですね。でつまり日本の学生あるいは海外から見ると、おーやばいぞやばいぞやばいぞ、ほら成長していくかもしれないけどね、格差が大きくなって、ほらこう怒りが爆発みたいな、で実は中国の絡みの研究をしている人の結構多くはそうはなってないっていうことを研究してるんです。特にこの10年間ぐらい、シャンボーはちゃんとそういう研究をやってないのにあんなことを言うので、我々はお前もおかしくなっちゃったななんて思うんですが、それ以外にもですね、まあ、いろアメリカでもちゃんとこういう私と似たような調査をやってる人が結構いるんですが、ほとんど大体答えは同じです。外から見るとすごく脆弱そうに見えてても、中の人たちは比較的安心してる、安定してるっていうのがこの十数年の結果なんですね。ということは明らかにこの中国の脆弱性ってことに関しても意見が分かれているということですね。でさっきと同じです。今度は、国際的なもうこうエクスポージャーが多い人たちとそうじゃない人たちを比べてみると、ここも似たパターン、先ほどの脅威論と同じで、海外との接触の多い人たちの方がむしろ政治的に不安定だというような意見をこう同意する傾向がある。つまり
この今の2つは脅威論と脆弱論、これについては要するに知的なコンピテンスが高くて海外との接触度が多いような人たちは、うん、そういう見られるだろう、やっぱりそういう部分もあるというふうに考える傾向がある。ですので実際我々もその東大に来る学生なんか見ると話聞くとですね、彼らもいややっぱちょっと心配だと、国内の人はあんまり心配してないけど私は心配です、いるんですよね。でそれだったらなんか、あ、じゃあなんだ、中国はだんだん世界的に広がって、ね、解放していけば海外の人たちと同じような意見を持つようになるだろう、つまりこれ修練論っていうんですが、じゃあその修練論になるかっていうのがポイントになっていくんですが、ちょっと違うんじゃんという感じがいたします。はい、それの、ことについてはまたお話しいたします。次です。アジアの影響力をめぐるアメリカとの比較、先ほどピューリサーチのお話をいたしましたが、ピューリサーチと若干違います。アジアへの影響力というふうに文言をちょっと変えてますが、アジアへの影響力をめぐるアメリカとの比較という点でも中国と周辺国地域では明らかに差があると。ただですね、この次なんです。ただ中国国内における世界との接点の持ち方と影響力との関係については、中国脅威論や脆弱論ほど明確な傾向は見られないということです。でこれご説明します。はい、まずこれが、学生調査の結果ということですね。でこれはアジアへの影響力という点 で 中国はアメリカを凌駕するだろう、こういう文言ですね。でそうするとですね、すごく面白いのは中国の学生さんたち、エリート学生さんたちって結構低いんです、このスコア。でこれなんでこんな低いのかと思っていろいろ調べてみると、特にですね、このこういうふうに思う人たちって どういうところにいるかっていうと、つまりなんだろう、どういう人たちがいるかというと、結構こうアメリカに行きたいという人たちが結構いてですね、でその人たち自身はそんなことはありえないと思ってるんですね。でたださっき言いましたように、一般市民全体でですね、こうアメリカに留学したいってなんだって人は割合当然ここの人たちに比べて低いので、このスコアがぐっと上がると、ここのスコアがぐっと上がるという傾向があります。で日本、先ほど見ていただいて分かると思いますが、ピューリサーチでもそうです。日本は日本の人にアメリカと中国を比べさせるとほとんどがアメリカを選ぶ。で私これここがすごく難しくて、原因なのか、つまり日米安保にシフトしていく前提なのか、あるいは政府がそういうことをするから人々がそう思うのかという因果の関係は非常にここは特定が難しいんですが、でこの因果をこう 推定するためには二次点のデータがいるんですね。でそのつまり時系列の分析しなきゃいけないんですけど、残念なことにこの第2波調査1回目しかやってないので、日本のこのスコアが変わるか変わらないか、これは非常に面白い、どうなのかな、面白いなというので、ちょうど昨日来年度以降の科学研究費、これでお金を取りに行こうっていうのですね、書き上がったんですね。でこれでお金もらえば3000万円ぐらいもらえますので、これでですね結果が得られる、皆さん のご協力があればですね、お金がもらえるって、それは冗談でございますが、もう私からするとこれがどうなるかって、私個人は非常に面白い関心があるんですが、こういう地味な研究っていうのはものすごく体力がいります。皆さん多分私の話聞くだけでもなんか暑苦しいと思ってるかもしれませんが、データ集めるのは大変でございまして、はい、それぞれの地域で2つの大学を選び、それぞれから200サンプル、各学年50ずつ、男性女性100ずつ、人文社会系、自然科学系100ずつ、そういうサンプリングのスキームで全ての国で学生諸君と協力しながらデータを取った。で、まあ、いずれにせよこういう問題をアメリカと中国のことになると、中国のエリート学生自身はどちらかというと自重的な回答をします。でこれに対して一般の市民の人たちは結構高く、面白いのは何かというと、例えば台湾あるいは香港もそうですね。香港の場合はここの割合は確かに低いんですが、ここの割合が多いので全体から見ると相当高くなります。さっき言いましたようにここ の数値、大いに賛成の数値を低いのから大きいのに並べたのでこういう順番ですけど、賛成の割合も含めると香港は非常に大きい。で実際こういう調査をやった一つの大きな、もう一つ私目的があって、さっき言いましたように国際本部のお仕事をやってるっていうのもおっしゃいますけど、こういうデータを学生たちに見せながら意見を言わされますよね。そうするとね、日本の子たちはこれでしょ。で香港これですね。で台湾これですね。で2014年に2013年に調査があってますから、2014年に
東大の学生を台湾大に連れて行って、台湾大学も対象になりましたから、台湾大に連れてサマープログラム一緒にやりました。で今年2016年、学生、10何人だったかな、15人かな、を香港大学に連れてきました。でですね、で学生たちにこれ見せて討論させると、やっぱりお互い全然違うことが出てきます。で実際2014年というのはもうすでに台湾でこうひまわり学連というあのあれですね、こう馬英九さんという、まあ、当時の総統がですね、中国とのこうサービス貿易協定に、まあ、こうゴーサインを出したときに、学生たちがそれに反発して、まあ、占拠するという、そういう、こうオキュペーションですよ、オキュパイですね、をやったという。で実際その、首謀者がですね、サマープログラムに来てですね、なぜ私たちはこんなことをしたのかって東大の学生の前で言うわけです。で台湾の学生もいるんですよね。で共同のサマープログラムですから、2人いる、両方の学生がいるんです。でその首謀者って言ったら悪い意見になりますが、そのまあリーダーが、まあ、こう思うってことを言うわけです。そうするとね、台湾大の学生、そうだって、何を言うか、中国との経済的な交流が進めば進むほど2つのことが起こる。で1つは何かというと、台湾国内の格差が大きくなる。儲けるやつはより大きい儲け、儲けられないやつは儲けられない。でつまり格差が大きくなる。これはどうにかしなきゃいけない。それともう一つ、経済的にタイアップすればするほど、特に大資本家たちが中国の共産党とつるむようになる。つまりそれは中国、台湾の彼らから見ると国内政治に中国共産党の影響力が大きくなるということを意味する。つまりこれは政治的な統一の方に向かう力になる。これは排除しなきゃいけない。こういう話をするわけです。そうするとね、学生たちで分かって、東大の学生で分かってるやつはいいんですけど、大体分かってなくて、はっって感じで聞いてるんですね。は、貿易をやると政治的に統合する、何のこと言ってか分かんねえって話なんですよね。で、お前ら分かんないか、でも分かんないの分かった。でもお前ら学生運動ぐらいはやるだろうっていうわけです。と学生は、は、そんなことやったら就職活動に差し支えませんかって東大の学生はなんかのんきに聞くんですね。そうすると台湾大の学生たちはみんな一様に失望した顔してですね、なんだこいつらどうしたの、お前らのお父さんたちはやったんじゃないか、うちの親父はやったかもしれないけど俺とは関係ないみたいな感じの話になるんですね。これはもうある意味この学生調査の醍醐味でありますけれども、お互いだから同じ、つまり同じ中国の台頭とかアメリカとのヘゲモニーの問題を台湾の人たちは非常にシリアスに考えてるわけですよ。学生たちはこれほっとくとやっぱり中国すごい強くなる。強くなればなるほど自分たちの政治に非常に強い影響力を持つって、それは心配だと彼ら結構思ってるわけですね。で日本の人たちから見て、そんなのアメリカに頼めればいいじゃんって話になるわけですね。でもちろん台湾の中には米軍ありませんから、そんなアメリカに頼るったってどうすんのって話もありますし、それ以上にお前ら中国の力を過小評価してるんじゃないかって話。でこの辺りになってくると本当に討論そのものが面白くてですね、こういう学生調査やってよかったなと思うんですが、その次です。じゃあどうかっていうとですね、これはさっき言いましたように こっちの方があの国際的なエクスポージャーが大きいということですけれども、アメリカ確かにあれですね、ここの部分は大きいんだけど、ものすごく大きな特徴が見られるというのではない。でもっと面白いのはその次なんです。これが一番面白いんです。アジアとの平和的関係ですね。アジアとの平和的関係の維持をめぐって、特に国際紛争を抱えている地域との温度差が中国国内とそれの地域が激しいと、つまり中国が平和を維持するかどうかということに関する意識が違うと。でこの点に関してはそのさっきのあれですね、四都市調査の方ですが、世界との接点の持ち方の関係性がもう明確ではなく、特に面白いのは海外との接触効果は中国政府の外交態度に対する楽観的評価に影響を与えていない。何言ってるかよく分かんないので図表を見ましょう。図表を見る。そうするとこれは中国は交流しているが、つまり中国は台頭しているけれども、アジア各国との関係を平和的に保つだろう。つまり平和台頭論ってやつですね。つまりこう成長しているけど関係では自分たちが一方的にですね、周りにお前らこれやれっていうふうにならないだろうと、こういう答えです。で、そうすると大いに賛成賛成は中国の一般都市民と中国の学生ではもう9割以上がイエスと答えられる。自分たちは平和だ。あるいは平和を維持する、こういう意見が出てくるんですね。でインドネシアで、なぜかタイはここにあるんですね。国際的な脅威になるって言いながら、こう答える。なんか本当タイって難しいんですよね、回答が。ところがそうじゃない、そうじゃないよっていうのはどこかっていうと、面白い、韓
国がですね、学生とですね、さっき申し上げたビジネスマンで随分違ったパターンを示すんですね。で、今年、去年か、2015年、このデータを使って韓国の東大の学生たちとやっぱり東大 の中で合同サマープログラムをやったんで、学生に聞いたらですね、この理由を説明してくれました。で、彼らに言わせると、そうじゃないだろうと、今は中間関係は良いが、そんなに長く続かないと彼らは言う。で、なんでって、歴史的にそうだから。彼らはそういう言い方をしましたね。で、今はいいけど、でもなかなか難しいよ、彼ら力を持ったら俺たちのところ攻めてくるかもしれないみたいな意見を言う人が結構いてですね、私は大変びっくりしました。それはさっき言いましたように、韓国の大きなビッグビジネスをやってる人たちの楽観主義とすごく違うということですね。で、日本、ベトナム、これで非常に反対が多いというのはよくわかります。特にベトナムはすごい、はい、後でもちょっと出てきますけど、ベトナムでここ最近のですね、中国に対する評価がものすごく下がってるんです、はい。で、そうすると日本、ベトナム、あるいは、まあ、台湾で、香港でもですね、結構これが多いんですよね。これがまた大きな違いです。香港の人たちから見ると、自分たちの民主ってことに対して中国の人たちがあまりサポーティブでない。で、それどころか、まあ、よく行く話ですけど、お前らばっかり独立ってのはありえねえだろうと、ね、特別行政区政府としていろんな特権もらってて、それでも満足しねえって、てめえらなんだっていう、そういう感覚を持っている中国の学生たちっていうのは結構多いし、そういう人たちで今香港大とか中文大にいる大陸系の人たちもそこそこいる。で、もちろん香港の民主化に関心を持っているような学生もいるんですけれども、そうじゃない学生もいる。いずれにせよ非常に大きな あれですね。で、実際今年もさっき言いました2016年今年の8月の2日から13日まで香港大で合同サマープログラムやったんですが、ここでもですね、尼崎のですね、リーダーに来てもらってですね、お話をしていただきました。全く同じことが起こりましたね。日本の学生、なんで尼崎やってんの、中国、そんなに中国って大変かな、そんな悪いやつらなのみたいな言い方で、いや悪いやつってんじゃなくて、自分たちの政治的な自由をもっと獲得したいんだ、お前らだって戦ってんだろ、いや戦ってないみたいなですね、同じ光景が今年も香港大で見たのです。もう少し東大の学生鍛えないといかんなみたいな感じがしなくもないんですが、香港の学生で結構この割が多い。つまりそこでさっき申し上げた大陸とはちょっと違う温度差が見られるっていうのは、こういうところにも見られますね。で、フィリピン、ね、ご存知のように南沙で問題抱えているというところです。で、南沙で問題抱えているんだけど、ベトナムほど強く意見が出てこないって、ここがすごく面白いところですね。で、ベトナムではものすごく強く現れています。で、実際今日ここでは用意してませんけれども、社会的距離って言いまして、要するに自分が特定の人間をどれだけの近くに寄せたいかという社会的距離 の、まあ、研究調査も学生諸君やったんですが、ベトナムの人たちはやっぱすごく中国の人たちを警戒してます。ところがですね、実際にあなたはどの程度中国語ができますかとか、中国に行ったことがありますかっていうと、ベトナムの学生はうわっと高いんです。日本、例えばね、この研究のすごく面白い部分っていうのは、多くの人たちは中国台頭してるって言うんですけど、じゃあお前中国語勉強してるか、してない中国語できるか、できないみたいな。ベトナムと全く逆です。評価が低いんだけど、中国がちゃんと勉強してる。で、中国に行った経験、彼らの置かれてる経済的なこう状況から考えてみると、例外、びっくりするぐらい中国に行った経験を持ってる人たちがこのサンプルにいます。ということは非常に複雑だってことですね。非常に敵対的な意識に見えるんだけど、実際に行動としては中国の人たちとよくしゃべり、中国語を勉強しという、そういう人たちです。だから会話をしないと非常に友好的でも、会話をしてお前本当どう思ってんのって言うと、すごいことが出てくるっていう、非常にこう難しいケース。で、これに比べてフィリピンの場合っていうのは比較的マイルドな回答が出てくるということですね。同じように南沙の問題に抱えていると言ってもですね、やっぱりちょっとこう学生のメンタリティが違うっていうのがこういうところから出てまいります。で、先ほどなんかちょっと難しいことを言ったっていう話ですが、これがその4都市調査の結果です。で、さっきと同じですね。これがこっちに行けば行くほど国際的なエクスポージャーが高い。さて、で、質問は同じですね。で、平和的関係を保つということについて、もし海外と近くなればこのスコアがクーッと下がるはずなんですですよね。海外の人たちから見るとやばいと思ってる。で、中国国内はいやいや俺たちは平和だと思ってる。ところが
国際的なエクスポージャーにすごくしてる人たちの中でこの割合が非常に高いんです。ここにですね、私この中国の台頭の問題を考えるときのすごく難しい部分を感じます。難しい問題を考えます。それは何かというと、やはりここの人たち、この中国のなんていうかな、これどういうふうに表現するのかなかなか難しいんですけど、多分一種の防衛規制ですね、ディフェンスメカニズム。自分たちはそんなにやっぱり攻撃的に他の人たちをやってるわけじゃない。むしろ逆に西側からやられるから、それに対する押し返してこうものを考えるっていうことはやるけれども、私たち自身は基本的に他の国を侵略しようとか思っていないというメンタリティは、こういう海外にとの接触が多い市民の中でも比較的強く見られるということですね。でここが私外に多分ほとんど伝わらない。つまり多くの人たちは自分たちの身を守るために、ある種のこうナショナリズムを使っているというふうに思って見えたのが、外から見るとあの人たちは他の人たちのところにもっとこうアグレッシブに出ていってるんだという、非常にこうなんて言いますかね、自己主張が強くなっているというふうに見えている。明らかにこの心理メカニズム、特にさっき言いましたようにここの人たちですね、全く世界の事情がよく分かんないで平和だって言ってる分にはあまり問題は大きくないわけです。でそこにいろんなディセミネーションをしてですね、現実はこうです、あそうなの、ところがこの人たちは大変多くの知識を持ってるし海外との接点が多いわけですね。そういう人たち自身もさっき言いましたように、いや中国は平和的な台頭でこれからも平和な環境を維持すると思っているということですね。でここがこの心理を考えるときの非常に重要なポイントだろうと思います。ところがアジアの周辺地域からあるいはアジアの周辺への評価というのは実はこの5年の間にですね、例外若干あるんだけども、低下していると。でこれは実際にはどういう質問をしたかというと、あなたはこれらの地域からの影響、自国への影響をどう考えますかというので2つを、比較をしています。図の10番目は中国がこれらの国々にどういう影響を与えていると思いますかというそういう質問ですね。でこれで5年間、ものによっては5年間の変化が見られ、ものによっては1単年度の変ものしか見られない。じゃあ中国国内でこういう地域からの影響をどう見ていますかっていう学生たちの評価がここに出ているということになります。でまずは中国からの影響ということなんですが、良い、どちらかと良いというのがこれですね。日本非常にやっぱり低いです。悪いっていうのはすごく多いです。でそれで学生の調査なんですけど、私なぜかですね、年に2回警察大学校というところに行ってですね、460人ぐらい、平均年齢42、3歳のですね、大変目つきの悪い警察官の人たちにお話をする機会があって、毎年聞くんです。皆さんこの質問どう思いますか、中国の日本に対する影響どう思いますかって聞くんですけど、回答のパターンは非常にはっきりしてます。どちらか悪い、どちらかというと悪いっていうのは大体全体の8割ぐらいいますね。公安当局者はそう見てるのかっていう感じです。で、東大のあるいは早稲田の学生が日本のデータですけど、それでも6割弱ぐらいの人たちが、でその割合はやっぱり非常に大きくなってます。でどの地域でもですね、このイメージがこう非常に低下している。で特にさっき言いましたようにベトナムですね、2008年では、悪い 11%、11.28%、どちらかというと悪いが 23.3 だったのが、悪いが 33.3 になって22ポイント上がる。でこれが 23.3 から35、合計すると全体の3分の2以上の人たちが悪いと言っている。これものすごいドロップです。タイはですね、いいんです。だけど国際秩序を脅かしていると答えている。わかんねえよあんたらって感じなんですが、シンガポール、さっき言いましたシンガポールっていうのは比較的いいんですね。外して言うと東南アジアは外して良くて北東アジアは良くない。でただその場合の例外は、ベトナムということになります。でフィリピンもですね、いろんな問題がある割には結構、特に2008年なんてのは結構イメージが良かったんですね。で香港台湾になるとここは意見が分かれます。ここが意見が分かれるんです。で逆性分は起こるんだけれども、圧倒的な支持じゃないんですね。やっぱりそれはまずいんじゃねと思う人たちは香港にも台湾にもいるということですね。これは世界、アジアの地域からの中国への見方です。で他方、中国の学生たちはそれぞれの地域にどう思っているかというと、ほとんどの地域でやっぱり下がってるんですね。これがちょっと憂慮すべき点です。でこれあんまり数値細かく見てもわからないので、そのこの5年間の変化を示した表がこれです。
で、赤くなってるのはマイナスのポイントです。このポイントってどういうふうにやってるかっていうと、要するに、いいイメージと悪いイメージの差をそれぞれに2次点で取って、その差を2次点、ごめんなさい、いいイメージと悪いイメージの差を取って、それを2次点で比べたものです。で、マイナスになった方はイメージが悪くなったということを意味します。で、これは例えばここだと韓国の学生の例えば日本に対する評価、ここ悪くなってるんですね、この5年間で。じゃあ日本の学生は韓国に対して悪くなって、やっぱり悪くなると悪くなるんですね。これある種のこうなんていうかピンポン効果ってのがあるんですが、すごく面白いのはここから2つのことが言えるんですね。北東アジアっていうのはこの5年間の間にお互いみんな相手のことを悪くなるよ思うようになった。ところがですが、こう東南アジアってのはそうじゃないですね。そうじゃないと同時に、ここが面白い、中国以外の日本韓国では東南アジアに関してはポジティブで、日本や韓国に対して東南アジアもポジティブなんですね。唯一の例外が中国で、中国はどこでもマイナスなんです。で、ここだけ例外、つまり、そのタイの中国に対する評価はこの5年間でちょっと良くなった。でも見てください、ベトナム 56.3、 フィリピン 31.1、 シンガポールでさえ 11.5 というふうに非常に下がっている。こういうようにですね、中国の人たちに関しても、あるいは中国の人たちが、これら学生たちがこれらの地域、この5年間の間にどう評価するようになったかというと、ある種のこうネガティブエフェクトといいますかね、こうお互いにこう悪く見るようになっている。なんか面白い、なんかこうすごく考えさせられますよね。なんか北東アジア、なんかこうなんていうか、こう嫌悪のスパイラルみたいなのが、少なくともこの5年間の間にあった。でもそれは必ずしもアジア全体で広く見ると必ずしもそうではなくて、東南アジアと、日本韓国の関係って結構この5年間で良くなってるなんてことがあるんですが、はい。で最後でございます。で、多分最後だな。で、じゃあその今は時系列じゃなくて、こうなんて言いますか、いろんなこう人を、つまり海外 の接点がある人とない人を比べたんですが、今度は時間の変化をちょっと見てみましょうということですね。で、それを、転身というところでずっとやってきたんですが、2005年からずっと調査がありました。これ昔、一昔前だとですね、中国でこういう意見を質問票調査するのは本当に難しかったです。で、ところが皆さんちょっとびっくりするかもしれませんけど、実はこの質問調査の中に北朝鮮っていうのも入れられてるんです。で、これ以前ですね、中国のある研究機関が北朝鮮に関する論評を出してですね、干されたっていう、そんな中国の外交筋が言うことを否定するようなことやめてくれという時期があったんですが、ここ最近北朝鮮に対して人々の意識を聞くなんてのも可能です。もちろん部分的にはリスクがありますが、我々の中では聞けています。で、中国の韓国って言いますか、朝鮮半島に関するこう特徴を見るとすごく面白いのは、韓国と北朝鮮に対する評価がほとんど変わらない。これが中国の特徴です。日本は全然違います。北朝鮮超悪者ですね。で、台湾も同じなんです。台湾も超悪者なんですね。韓国で、香港も韓国いいけど北朝鮮ダメなんですけど、中国はそうならない。非常に面白い。で、ロシアがですね、非常に多いんです。ほんまかいなと思うんですが、いずれにせよいろんな国の影響を中国でこの、2005年からぐらいからずっと聞いてるんですが、すごくいくつか面白い結果があるのでご紹介したいと思いますね。で、一つ目はこれアメリカに対する評価です。で、アメリカ、皆さんご存知だと思うんですが、1998だったかな、ベオグラードの大使館の誤爆事件ってあって、ものすごい米中関係悪くなったんですね。で、ところがですね、それ以降特に何があるわけでもない。もちろん時々ダライラマの問題が起こったり、貿易摩擦の問題が起こったり、人権問題が起こったり、あるいは人民元がどうだとかって、なんかいろんな話はポロ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 あるんですが、見て、これが天津の人たちの2005年から2014年までの、この10年間の間の意識の変化なんですが、徐々に、非常に微妙なんですけど、徐々に本当にこうじわじわと悪いって人が増えてる。これアメリカの研究者に聞いても、中国の研究者に聞いてもわからない。なぜかわからない。ただ微妙な嫌悪感っていうのがですね、広がっていることは確かで、で、どの国に対しても悪い、とても悪いっていうですね、すごい不機嫌な人がですね、中国の都市の中で増えてます。これすごく気になってます。ここ最近格差の問題なんかよりむしろこっちの方が気になってます。とにかくどの国だっていやーダメだダメだっていう人が結構増えていてですね、これアメリカに対してさえ増えている。だからさっきのエリート学校の場合はですね、ちょっとこうパターンが違って、
そこの場合はですね、やっぱりアメリカに行きたい学生が多いので、これとはちょっと違うパターンを示すんですが、一般の市民になるとこんななる、はい、日本ちょっと微妙なんですね。よくちょっと良くなったり悪くなったり、でも全体の基調は良くない。いいっていう人の割合がこれぐらいですよね。まあ、どの時点で調査をやってもですね、2009年だけ 2008、2009ちょっと 10% を超えました。でまあ普通という、まあ、本当にこう中間的な評価がで悪い。でやっぱり2011年から14年決定的に悪くなってますね。でこれは日本も同じです。日本 あのあれですね、内閣府のやってる調査でもですね、日本あ中国に対して親しみを覚えるか、なんで親しみってことは使ってるのかよく分かんないんですが、ドロップ、気のすごいドロップが起こってます。でこれは同じことが起こってる。ただからさっきのアメリカとは明らかに違いますね。アメリカの場合はじわ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 って感じですけど、日本の場合はもう少しこうドラスティックにですね、しかもちょっとこう戻ったりしてですね、多分これあの四川大地震の時にですね、レスキュー隊が行って結構いいことやったみたいな、その 時になんですけど、まあでも全体として良くなってるとは決して言えないですね。はい、でこれはじゃあで最後こういう話ばっかりするとなんか嫌な話で終わっちゃうんですけど、最後じゃあじゃあそれぞれの国の影響に関して、先ほどのこうエクスポージャーをしてる人たちはどうかというと、これはアメリカの影響ですね。さっき言ったアメリカの影響に関しては非常に、時系列的に見るとだんだんじりばじわと悪くなってるんですが、コンタクトをしてる人たちっていうのは明らかにコンタクトしてない人たちと全然対米認識が違う。相当イメージが多いんです。さっき言いましたように、中国の超エリート学校の学生、北京大の学生さんとみんな大体アメリカに、こういう言い方しちゃいけない、抜かれるんですよね。ああ、でそういう子たちっていうのは決してアメリカに対しては確かに悪いイメージを持ってません。なるほど、世界のこうグローバルコミュニティとの接点が高い人たちっていうのはアメリカの影響に関しては少なくともこの一時点2014年のデータで見るとやっぱり相当イメージが良くて、ここで今作られるこう感覚と、つまり英語ができてですね、世界的なコミュニティにいる中国系の人たちと喋るとあんまり違和感がないと思います。ただこういう英語で喋られたって分かんねえよっていう人たちが当然いるわけ で海外何それみたいな人たちが、この人たちはやっぱり相当、まあ普通っていう中間的な回答を取ってますが、少なくともいいイメージは持ってないということですね。じゃあ日本はどうか、日本はどうか、ちょっとだけ良いアメリカほどドラスティックに上がらない、ここが面白いんです。アメリカの場合は本当にそのエクスポージャーの高い人たちの中でグッとスコアが上がるんですが、日本の場合は上がらなくはない、上がらなくはない、でもそんなにドラスティックじゃない、でも他のこういう人たちに比べるとイメージは良い、どうぞ爆買い来てくださいって感じなのかもしれませんが、そういう人たちは日本に対するイメージが良い。これはここ最近日本の研究者の中でも結構言われているのは、結局実際に日本に来て、まあ、ショッピングかもしれませんけれども、そこでやってきてこう日本の中を知ると結構日本いいじゃんと思って帰ってくれる人が随分多くいる。やっぱりこう観光っていうのはこう国際理解に結構重要だねっていうような話っていうのはここ最近いろんな形でされますけど、まあ間違ってはいない、要するにこう接点が日本との接点を持つような人たちの中で日本のイメージが良くなる、それはそうだろうと思います。ただ繰り返しますが、すごくドラスティックに良くなるわけじゃない。それどころか、ここにもやっぱり 33.3% 3人に1人がですね、とても悪いって言った人がいるという、こういう、まあ、現実があるということです。はい、そろそろ時間ですが、はい、まとめてみましょう。内外で見られる温度差がある、その原因何なんだ。で多分これに関してはいろんなまだそこを特定するところまで行っていません。で人によってはメディアというふうに多分言うでしょうね。で極端な例で言うと、海外のメディアはほら中国の国営メディアは非常に曲がっている、だからこんな風に間違った答えが出るんだ、こういうわけで、多分中国の人たちは違う、外国の人たちは CNN も含めてですね、中国をいかにこう下げているか、日本のメディアもそうだろう、見てごらん、みんな中国共産党崩壊とか言ってるぞ、ほら見てみろ、どうにかしろっていうのは中国のあれですね、メディア担当者なんかよく言ってますね。どうにかしないの、これおかしいじゃん、それ違うよ。さっき言いましたように、中国の国内の人たち自分たちの崩壊するとあんまり思っていない、でも日本の人たちはなんか崩壊すると思ってるかどうか分かんないけど、崩壊するみたいな本を手に取ってヒヒヒって面白があるっていう、そういう温度差で、それは相当にメディアのファンクションっていうのがあるだろうと思うんですね。でも多分メディアだけでは説明できない、もっと例えばその、こうある種の地政学の問題とか、そもそもどういう国家間関係が出来上がってきたかと思うんですね。例えば日中関係の場合は
すぐ極端なんて言いますかね、何かが起こってすぐ悪くなったという、むしろインクレメンタルという徐々に徐々に悪くなっていった歴史があります。したがってそういうこの温度差が出来上がった原因というのは国によってもパターンによっても随分違う可能性があります。でこれ今年からですね、この原因を特定するために例えばフィリピンの中国研究者を呼んで、フィリピンの人はなぜ中国に対してこう思っているのかということの聞き取りと、彼ら のこう研究を促すようなそういう比較研究を今ちょうどやり始めているところですが、相当違うことがよくわかります。日本とは随分違った目でそれぞれの地域が見ているとかわかります。で、まあ、それは2番目の問題ですね。近隣アジアでも中でも温度差がある。非常にこうシンパシティ、例えばタイとかシンガポールっていうのは比較的中国の影響を高く評価します。ところが今回でも日本、ベトナムって相当こう評価が低かった。そうするとですね、なんか微妙に日本人とベトナム人がうわーってなんか仲良くなるんですが、で実際国際会議で私何度も見たことがある、日本人とベトナム人おーとかなんか言うんですが、でそれをですね、タイ人とシンガポリアンがですね、何をやっとるんだあいつらって見てるっていう、まあ、そういうこう非常にこうアジアのローカルな文脈っていうのを見ていかないと、中国が脅威だとか脅威じゃないっていうのは一応には理解されないということですね。それと私これ本当に研究したいのは、この海外との接触効果はどうなっていくかということです。で中国はやはりだん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 広がっていきます。解放されます。昔から比べても相当解放されましたが、実際それでもさっき言いましたように海外の人と接触したことがないという人は、まあ、たくさんいるわけですよね。でこの人たちがどう変わっていくのか、それが変わる中で自分たちをどう認識していくことになるのかっていうのは、実はこういう研究はまだなされていません。なぜならばこういう時系列のデータで分析しているケースが非常に少ないからです。でさっき言いましたように中国の人たち自身が海外どう見ているかという調査研究はちょうどこの10年ぐらいの間にようやく出始めています。それまではやっぱ相当ごはっと危ない外交のことに人に聞くというのは非常に政治的には敏感な問題だったので、それはできなかったんですが、ここ最近中国国内でもそういう研究が行われるようになりました。とするとじゃあ何どうなると中国は変わるのか変わらないのかという問題は非常に重要だろうというふうに思います。でさっき言いました特に海外との接触をたくさん多く持っている人たちが必ずしもですね、なんて言いますか、中国の外交姿勢に対して批判的になっていない、やっぱり自分たちは平和であると、平和的対等を望んでいるんだという意見が非常に強かった。でこれをどう考えるか、まあ、今ここで対抗的ナショナリズムって書きましたけど、そういうこう自分たちはちゃんと平和なんだけれども実は他の人たちにやられてるのかもしれない、攻撃されてるんだ、さっき の封じ込めじゃありませんけど日本も含めてですね、自分たちをこう悪くしようとしているんだっていう評価が、海外と接触している人たちの中でも強いとするとですね、結構難しい問題がそこにあると考えられるということです。で最後です。中国の台頭がもたらす短期的な効果と長期的な効果ということですね。で実はこの学生調査の結果すごく面白かったのは、さっきちょっと言いましたけど、学生たちはどの地域でもアジアのどの地域でも中国が台頭していて自分たちとの関係を変えると、つまり中国が台頭するとやっぱり中国との関係が変わらざるを得ないと思っている人がどの国でも8割以上ですね。という意味ではなんかこう絶対効果があるだろうと思います。ところがあるいはさっき見てもらったようにアメリカと比べてアメリカを凌駕するだろうなんてのは、さっき言った例えば香港や中国ですごい割合がいたわけです。ところが学生たちに別の質問をします。あなたは海外に留学したいですか、どこに行きたいですか。香港の学生で中国に行きたい、すごく行きたいと回答したのはゼロでした。それは何を意味するか。つまり自分たちは中国の台頭を見、アメリカの衰落を見ている。でも実際に彼らはじゃあアメリカの大学行ってもしょうがないから中国の大学に行くというセレクションをしていないということですね。と同時に実際にじゃあもう一つ、あなたはどういう企業に勤めたいですか。香港の学生たちで中国系の企業に勤めたいという人、非常に少ない。アメリカの企業に勤めたい。じゃあこれは結局アメリカと中国の勢力争いを変えることになるのかならないのか。学生はアメリカ中国が台頭して世界の認識が変わる、世界の勢力構造が変わると思ってる。でも自分たちはその構造にの変化に合うような行動を少なくともしているようにあまり思えない。さっき言ったように中国もあまり勉強してない、中国の企業そんなとこ行くかよと思ってる、アメリカの企業やっぱりいいな、でもそれを思い続けてたらヘガモニーの変更なんか起こらないですよね。どっちが本当なの、短期的効果と長期的効果って結果的にどうなっていくのっていうのは非常に重要な問題です。でつまり人々がこの変化をどうやって時系列で考えているかっていう、で実際どういう行動が変わったのかという時間の問題が本当は重要なんですが、
これをまとめにまともにやろうとすると、さっき言いましたように時系列の分析をしていかなきゃいけない。我々ちょうどこういう研究をやり始めた中で、人々の変化、国際心理がどう変わってきたかっていうデータは日本では結構あるんですが、他のアジアの地域ではほとんどありません。そういう意味で言うと、日本、世界の中の日本、あるいは、こうアジアの中の日本の特徴を調べていくには、まだまだアジア研究の、特に日本以外のアジアが中国をどう見ているかということを非常にこう分かりやすく比較できるようなデータを作っていかなきゃいけませんが、まだまだそこの努力が足りないところがあります。私の多分残された研究人生というのは、そういうところのデータのコレクションに当たるのかもしれませんが、いずれにせよ今日 の、まあ、あのメッセージというのは、これだけ同じ現象を見ていながら、それぞれの地域によって随分人の意見が違うんだと。でその原因についてはいろんな競合する仮説があるけど、まだ決定打が出ていない、これから研究を深めていくような大変重要な時期にあるということを申し上げて、一応長くなりましたが、講演を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。